どうもこんにちは。とりあえずビールの男 AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、世界のビールを飲んでいくシリーズ7本目やっていきたいと思います。じゃあちょっとビール取ってきます。今日飲んでいくビールはこちらです。レフブラウン原産国ベルギー、アルコール分 6.5% になってます。すごいですね。アルミがね、上にこうついてるんですよね。なんかシャンパンとかそんな感じっぽいですね。高級感がありますね。これね、ビールです。ビールちょっと開けていきますか。おお、開いてるわ。開いてた。開きました。では開けてきます。それでは今日もベルギー行ってきます。乾杯。おーおー、甘い。これは、黒ビールじゃないけどものすごい色が濃いですね。甘みがくる。これ説明見ますと、チョコレート、干しぶどう、カラメル、シナモンの香りが、するみたいなこと書いてました。どれがするかな。チョコでもない。味の濃いキャラメルみたいな、そんな感じかな。フルーティーで美味しいな、これ。ちょっともう一口いってきます。あれだ、プリンの上 の、 色の濃いやつだ。カラメルだな、これ、カラメル。その味がふわっとこう最後きますね。ほー、大人のプリン、そんな感じです。今日のこのレフシリーズももう2本、色違い、味違いがあります。あとですね、ちょっとここに来てちょっとねびっくりすることが自分の中で発覚しまして、ビールをね買って帰った後に結構ねランダムにこう並べたんですよ。なんか瓶の高さ順じゃないけども、そんな感じでは置いたけど種類順には置かなかったんですよね。で、昨日こうよくよく見てみると、なんかね、この同じラベル、種類の色違いがこう5本あるやつ見っけてびっくりしたんですよね。これね、イギリスですね。イギリスの猛者たちっていうか、強敵が現れたっていう感じですね。5本もあったっていうね、どう相手してやろうかなって感じだよね、これね。参ったな、これ。
ちょっとさすがにちょっとね5本はちょっと手強いよね、うん、強敵。明日とりあえずちょっとどれか1本やってみようかな、うん、では最後一口いってきます。はい、最後に今日飲んだ、この、ね、ビールのランキングを発表していくんですけども、いつもねこのね瓶の蓋でランキング付けしていっております。でこのね上のアルミを全部ね剥がしてやろうと思ってね剥がしていったらね取ったらこう何もなかったんでちょっとびっくりしました。あとでね糊で貼っとこうかな、うん、で今日はこのレフブラウンっていうのを飲みました。で今のところ、これが7本目ですね。はい、でここが1位、2位、3位とこうあります。今日のこのね大人のプリン美味しかった。あーと悩むね。いやどうしようかな。1位もありえる、うん、でもこれはちょっとぶっ飛んで美味しかったん でハワイのやつもめっちゃ美味しかったと。で昨日のこのビッグマックこれも美味しかったけど今日のやつは3位かな。おめでとう。はい、今日はですねこう自慢のロン毛をですねちょっと結びましてですねこう世界のビールを飲んでいく7本目をやってみました。明日はですねこのイギリスの強敵たちどれか1本でやっつけていこうかなと思っております。それではまたお会いしましょう。本日もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。